人に優しい、地球に優しいと、コストダウンをモットーにして作られた。次世代の一般型車両シリーズ21の第一陣として、3220系が2000年に登場したよ。一般車両では初の IGBT-VVVF を採用したり、今までの近鉄の常識を覆すような先進的なデザインだったりと、かなりの新機軸がこの車両に盛り込まれたよ。しかし、この車両は新時代のエースとして登場したにもかかわらず、試験段階ということで3編成しか製造されず、さらに悲しいことに、この車両、パンタグラフをむしり取られ、阪神直通の9820系に取り付けるという、部品取り扱いの状態になってしまいました。その結果、製造当初からシングルアームパンタだった、3220系の第一編成は、下枠交差式に交換。3編成すべてが下枠交差式パンタになりました。そして上からの謎の力かわからない力で、なんと3220系の第二編成は、京都市営地下鉄で禁になってしまいました。もしかしたら京都市の陰謀かもしれないですね。新時代のエースとなるはずが、部品取りだったりで禁だったりで扱いが雑になってしまっている3220系ですが、1編成もかけることなく今でも京都、奈良、大阪の3つの都市を走り抜けています。